皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。以前こちらの動画でハイセンスのグローバルモデルの新型テレビを紹介させていただきましたが、やっと国内モデルのラインナップも勢揃いしましたよ。グローバル版の発表ではミニ LED が搭載されたモデルもあったり、色域の広さに定評のある量子ドットが採用されていたりと、個人的にもかなり注目していたメーカーだったんですよね。今回日本国内モデルのラインナップも勢揃いして詳細を確認してみたんですけど、昨年のモデルからかなり進化していて、何より国内メーカーに比べてかなり安価なところに驚きました。というわけで今回はハイセンスの2022年国内モデルのラインナップを簡単に紹介した上で、全シリーズの機能比較をしていきたいと思います。単純にテレビ選びに迷われている方や、性能の高いテレビを低価格で購入したいと考えている方にとっては非常に参考になる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。さて今回はこのような流れで進めていきます。1、2022年モデルのラインナップ紹介。2、各シリーズの機能比較。3、各シリーズの販売価格。4、まとめです。2022年の日本国内で販売される液晶モデルはこちらの計3シリーズになります。最上位モデルの U9H シリーズ、中位モデルの U7H シリーズ、下位モデルの A6H シリーズと非常に分かりやすいラインナップとなっていますね。グローバル版のラインナップでは U9H シリーズ、U8H シリーズ、U7H シリーズ、U6H シリーズの4シリーズ展開でしたが、ミニ LED と量子ドットを搭載した上位モデル帯 U8H シリーズや、ミニ LED を搭載していないものの量子ドットを搭載した U6H シリーズの日本展開はなかったようですね。まあ個人的にはミニ LED と量子ドットが搭載されているにもかかわらず、価格もリーズナブルな U8H シリーズが日本でも展開されると嬉しかったんですが、ミニ LED 搭載機種は最上位モデル一つで十分という見解なんでしょうかね。まあ他にもグローバル版では Google TV だった搭載 OS が、国内モデルではハイセンスとおなじみの VIDA であったことなどが多少違いましたね。それでは続いて各シリーズの機能比較をしていきましょう。今回はご覧の6つの項目について比較を行っていきたいと思います。1、画面サイズ。2、搭載エンジン。3、使用バックライト。4、画質性能。5、HDR 信号対応状況。6、音質性能。7、HDMI 2.1 対応状況。8、その他機能。まずは画面サイズです。U9H は75インチ、65インチの2サイズ展開。U7H は85インチ、75インチ、65インチ、55インチ、50インチ、43インチの6サイズ展開。A6H については75インチ、65インチ、55インチ、50インチ、43インチの5サイズ展開となっています。やはりミニ LED を搭載した最上位モデルに関しては大きめのサイズ展開になりがちですね。対して U7H、A6H ではサイズ展開の幅が大きいですね。特に U7H なんかはグローバル版より2サイズも多くラインナップされているため、この機種を主力に添えるつもりなんでしょうか。続いて搭載エンジンです。この映像エンジンはテレビの脳みそに当たる部分で、画質面だけではなく音質面にも大きな影響を与えてくるところでもあります。まあ、正直海外メーカーのテレビって日本特有の地デジ映像が汚く見えてしまうっていう印象があったんですけど、ハイセンスだけは地デジ映像の綺麗さが別格なんですよね。地デジ映像を 4K 相当にアップコンバートする技術に関しては東芝のレグザがかなり得意としていた部分ではあったんですけど、ハイセンスは東芝の親会社に当たるので、ハイセンスのテレビにも東芝の技術が踏襲されている結果、海外メーカーにもかかわらず地デジ映像も綺麗に映し出してくれるってわけですね。 U9H、U7H にはネオエンジンプロと呼ばれる最新映像エンジンが搭載されており、昨年度モデルに搭載されていたネオエンジンプラス2021にはなかった地デジ放送の特にグラデーションの部分やテロップをくっきり高画質化してくれる AI 放送映像高画質化処理や、照明や太陽光の当たり方など周囲環境の明るさや色温度に合わせて常に適切な画質にコントロールしてくれる AI オート画質調整など新たな機能が増えているんですよね。
対して A6H に搭載されている映像エンジンはハイセンスエントリーモデル御用達のネオエンジンライトが搭載されています。最新の映像エンジンと昨年のエントリーモデルでも使用されている映像エンジンですから、正直この部分に関しては天と地ほどの差があると個人的には思いますね。続いて仕様バックライトです。U9H に採用されているバックライトは従来 LED の100分の1程度のサイズであるミニ LED、 U7H、A6H については従来の LED をバックライトとして採用しています。バックライトにミニ LED を採用することによって輝度やコントラストが向上したり省電力にもつながりますから、この部分非常に大きな違いなんですよね。特に画質面に違いが出てきますから、その違いに対して従来 LED モデルとの差額分を捻出できるかが大きなポイントになってきますね。続いてはその画質面について比較していきましょう。まず映像エンジンに関わってくる機能がこちらになります。当然最新の映像エンジンネオエンジンプロを搭載した U9H、U7H の方が画質性能は高く、カーレースやスポーツなどの動きの激しい映像も残像感の少ない滑らかな映像として映し出してくれるクリアモーションや、人の肌を透明感のある美しい質感に描き出してくれる美肌リアリティプロなど、 A6H には搭載されていない高画質化機能が非常に多いことがわかりますね。続いてはバックライトに関わってくる機能がこちらです。先ほども紹介した通り U9H ではミニ LED を、 U7H、A6H では従来の LED をバックライトに使用しています。そのためミニ LED が採用されている U9H では唯一ローカルディミングプロが搭載されているんです。ローカルディミングプロでは直下型ミニ LED バックライトをエリアごとに細かく分割して制御してくれるため、明るい部分と暗い部分の差がはっきりと出るんですよね。コントラストが高くなる分、映像の奥行き感がアップするので、4K 配信の洋画なんかを見るにはもってこいの機能と言えます。また、U9H ではミニ LED だけじゃなくて、色彩面でも非常に有利になってくる量子ドットも採用しているんですよね。量子ドットは粒子の直径を変えることで、青色の波長を他の色の波長へ精密にコントロールできるという性能を持っています。つまり量子ドットのサイズで精密に色を調整できるということになるので、今までのカラーフィルター方式よりも純度の高い三原色を映し出すことが可能というわけです。そういった面からも色域の広さ、本来持つ色の再現度については U9H が頭一つ抜けていると言えますね。続いては HDR 信号対応状況です。 HDR とはハイダイナミックレンジの略で、従来の100倍もの明るさも表示できるようにすることで肉眼で見る景色に近い感覚でテレビを見ることができるという映像技術のことを言います。端的に言うと、この HDR に対応していればいるほど様々な映像コンテンツに対応ができるからいいという話ですね。 U9H と U7H ではオーソドックスな HDR10、 HLG の他にも HDR10 プラスやドルビービジョン、HDR10 プラスアダプティブ、ドルビービジョン IQ など最先端の HDR 規格にも対応しています。対して A6H では HDR10 と HLG という基本的な HDR 規格にしか対応していないようです。テレビにおける映像の明るさは非常に重要な要素の一つですし、今後も HDR 信号に対応した映像コンテンツが増えていくことが予想されますから、より現実に近い感覚で映画を見たいという方であれば HDR 信号対応状況も気にするようにしましょう。続いては音質面について比較していきましょう。まずは各シリーズの音響システムと実用最大出力はご覧のようになっています。U9H ではテレビ単体で映画館のような臨場感を堪能できる7スピーカー立体音場システムを採用しています。7スピーカー立体音場システムでは全ての音域をカバーするフルレンジスピーカーが2つ、高音域を担当するトゥイーターが2つ、低音域を担当するサブウーファーが1つに加えて、テレビ上部に2つのイネーブルドスピーカーを採用した、実用最大出力 70W の迫力のあるサウンドを出力してくれます。特に注目すべきは上部に2つ配置されたイネーブルドスピーカーですよね。天井に音を跳ね返すことで、まるで映画館のように天井にスピーカーがあるかのような迫力の立体音響を体験できるんです。パナソニックのビエラの最上位モデルではすでに搭載されているスピーカーですが、結構人気な音響システムなので、音質面にも妥協を許さない姿勢が見えますね。
U71 では全ての音域をカバーするフルレンジスピーカーが2つ、低音域を担当するサブウーファーが1つ搭載された実用最大出力 40W の音響システムとなります。 U9H の音響システムと比べると見劣りはしますが、しっかりとサブウーファーも搭載されているため迫力のある映画を見る際にもそこまで不満はないかと思います。A6H では全ての音域をカバーするフルレンジスピーカーが2つ搭載された実用最大出力 30W の音響システムとなります。続いては音質面に関わるその他の機能を比較したものがこちらです。地デジ放送などで音声圧縮時に失われた高調波成分を復元し、圧縮前の豊かな倍音成分を含む音質で再現してくれる iLex Focus や、人の声を優先させて聞き取りやすく再構成してくれるクリア音声などの高音質技術は全てのシリーズで共通して搭載されているようです。ただ前後左右に加えて高さ方向の音表現も、まあ、可能な立体音響規格ドルビーアトムスに対応しているのは U9H、U7H のみで、 A6H では非対応となっています。それによって U9H、U7H の2シリーズについては音場の広さを最大限生かしたバーチャルサラウンド技術により、臨場感のある視聴体験を実現してくれるシネマサラウンドという新機能が搭載されているようです。意外かもしれませんが、昨年の最上位モデルの U8FG にもドルビーアトムス対応していなかったんですよね。ドルビーアトムスに対応しているかいないかで、まあ、映画を見る時の迫力全く違いますから、よく映画鑑賞する人は注目すべきポイントです。続いては HDMI2.1 対応状況です。 HDMI2.1 についてもゲーム好きの方には必須の内容となっていますよね。まあ、HDMI2.1 の詳細についてはこの動画の後半部分でしっかりと解説していますので、まあ、よくわからないという方はぜひそちらもチェックしてみてください。まあ、U9H と U7H では 4K120fps、 VRR、ALLM、EARC のすべてに対応していますが、 A6H では ALLM のみの対応のようです。また U9H、U7H ではゲーム画面の角つきを大幅に軽減してくれる AMD フリーシンクプレミアムや 4K120p での入力遅延を約 0.83ms に短縮してくれるゲームモードプロといった頻繁にゲームをする人に嬉しいゲーミング機能が盛りだくさんなんですよね。昨年のモデルでは HDMI2.1 にほとんど対応していなかったので、かなり進化したんじゃないでしょうか。続いてはその他の機能です。同時録画番組数に関しては U9H、U7H で2番組同時録画が可能になっていますが、 A6H では1番組までしか録画はできません。今年のモデルから新たに搭載された音声検索、操作機能、ビダボイスに関しても U9H、U7H のみの搭載で A6H には搭載されていません。またリモコンに関しては U9H、U7H で新型のリモコンに生まれ変わり、赤外線ではなく Bluetooth 対応になりました。対して A6H は従来の赤外線リモコンのままで、 Bluetooth には非対応のままとなっています。続いて各シリーズの販売価格を見ていきましょう。販売価格については2022年8月現在の価格 .com での価格を参考にしています。 U9H の75インチが約31万3000円、65インチが約22万2000円、U7H の85インチが約35万8000円、75インチが約22万3000円、65インチが約13万円、55インチが約12万4000円、50インチが約10万6000円、43インチが約9万7000円、A6H の75インチが約16万5000円、65インチが11万5000円、55インチが約8万2000円、50インチが約7万5000円、43インチが約7万円となっています。今回はグローバル版の発表から、個人的にもかなり気になっていたハイセンスの国内販売モデルを紹介、比較していきました。特に U9H、U7H に関しては、昨年度モデルからの進化が凄まじく、まあ、昨年度モデルからの変更点をピックアップする個別の紹介動画も作りたいぐらいでした。そして何より驚きなのが、この価格ですよね。まあ、ソニーのミニ LED 搭載機 X95K は65インチで52万8000円。同じくミニ LED を搭載した U9H65 インチは、まあ、約22万2000円と半額以下で購入できちゃうことを考えると、まあ、本当驚きを通り越して恐怖ですよね。まあ、僕も現在ハイセンスの U8FG を使用していますが、地デジもめちゃくちゃ綺麗ですし、まあ、もちろん不具合なく、これといって不自由なことがないんですよね。
まあ、そんなクオリティの価格だったら、まあ、よほどこだわりを持っている人ではない限りこっち選んじゃうよなって思っちゃいます。まあ、いや、ほんと今回の進化すごくて、まあ、これらの新製品もますます楽しみになってきますね。まあ、次回はなんと今回紹介したモデルの中価格帯のモデル U7H を実機レビューしていこうと思いますので、ぜひテレビ選びの参考にしたい、まあ、そのレビュー気になるって方は今のうちにチャンネル登録とチャンネル登録の横の、まあ、ベルマーク押してもらえると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ガジェットジェットのユッケでした。